おはようございます。このバイク、あ、撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。群馬です。はい、50分かかりますけど、どちらからですか？あ、そうですか。これは何 cc ですか？これは1100です。1100あるんだ、でっけえな。これ何年式になるんですか？これ88ですね。88年。これいつ頃手に入れたやつですか？20年ぐらい前。22年前。それからいじりました、結構。ほぼノーマル状態。あ、ノーマルだったんですか？そうですね。じゃあカラーリングも全然違った。カラーはもともとは黒なんですけど。でまた塗装し直したんですか？そうですね。もうマフラーとかカウルとかタンクとか全部違うんで。あ、タンクも違うんですか？タンク違います。これ鉄タンクですか？鉄？鉄のタンク。ああ、鉄。7号のタンクです。7号が。あ、750の、はい、ああ、そういうこと。ポン付けですか、7号のタンク。7号はポン付け、ほぼポン付け。裏の、なんていう、燃料残量計が7号つくんで、それが穴埋めが必要です。これ7号にした理由は何なんですか？あの、上のが、上が平らなんですよ。1100はちょっと丸いんだ。丸みがある感じ。それ形が7号が好きでってことですか？そうです。あのシャープになる。ああ、なるほど。じゃあパッと目7号に見える可能性がある。分かる人だと、どうかフレーム見ちゃったらすぐ分かっちゃう。フレームもっと細いんで、7号はね。あ、そういうこと？トラブルないですか、最近は？もういや、買った時からないんで。あ、ないんだ。何もない。そうなんだ。古くても大したもんですね。ああ、そうですね。あとはまあ自分で直すもあるし。ああ、なるほど。これキャブは純正ですか？あ、書いてあります。あ、書いてある。書いてある。どこの SCR ですか？いや、TM。TM なの。TM 横にシール。キャブの。ああ、キャブの横にね。なるほど。フレームこんな最初から綺麗なんですか？ああ、シンガームは磨きました。あ、磨いたんだ。あ、そういうことか。ホイールもこれ純正？ホイールは純正ですけど、塗り替えっていうか、ちょっと小細工したんです。あ、そういうこと？もともとは真っ黒なんだ。あ、真っ黒なんだ。ガンメタとあのポリッシュにした感じですか？それはしてないんですよ。あ、してないの、これ。中央はペーパーを当てただけなんで。あ、そういうこと？はい、だから、なんか中央はザラザラしてるんで、そのシルバー部分が出てきてる。あ、そうなんすか？あ、クリア塗ってるからそう見えるんか。そういうことか。ふん。これウィンカー純正ですか？ウィンカーはさすがに変えてあります、ね。あ、変えたんだ。はい、両方。はい、ここら辺はノーマルなんですか？それはもう純正です。あ、純正なんだ。へえ。ミラーも違う？じゃあミラーは純正。あ、純正でこんなかっこいいの？かっこいいですね、このミラー。これは違うんだ、車外。これは、はい、シングルに。あ、してあんだ。あえて。なるほど。自作なんですね。あ、自作なんですか？全部自作。え、すげえな。
唯一の純正色は前のフェンダーだけです。あ、そうなんですか、はい、それが純正の色です。そうなんですか、へえ。これ塗ってないの？それは塗ってない。え、これこんな綺麗なんですか？めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。へえ。これディスクは純正じゃないんですか？書いてありますよね。ブレーキ、キャリパーは？キャリパーも書いてある。あ、書いてあるんだ、はい、フロントも書いたんですか？あ、書いたんだ。あー、ローターも書いてます。あー、ローターね。あ、そうそう、ローターが痛かったんだ俺。赤黒がポピュラーな色ですか？あ、そうですね。そうですよね。基本的にあとは青白ですかね。ああ、そんなイメージありますね。はい、ああ、ないんですよ。この面識しか黒は。あ、そうなんですか。へえ。ああ、なんか落ちてきたな。ああ、これじゃ一年間だけとかそんな感じですか？黒って。88日しかない。あ、脱菌しかないんだ。ああ、じゃこれしか買う気がなかった。あ、そうなんですか。あ、そういうこと。じゃあ貴重なんですね。そうですね。あ、なるほどね。そういうことですか。まあ、こだわると、まあ、いろいろあるんだけど、いろんなサイズが違うっていうか。あ、そうなんだ。へぇ、まあ、この方だけ若干ギアが太いとか。あ、そうなんですか。へぇ、なるほどね。ありがとうございました。はい。いや、エンジンかけたから撮りたくなって撮らせていただきます。